何？実験が始まったと思ったら信号が急に途切れた？多分実験によって老朽の影が濃くなったからじゃないかな。でも器具がついてる限りコラリーは大丈夫だと思う。約束は守ってもらうよ。まあ彼女のことが心配なのはわかる。でも安心して、術の一員である器具はただものなんかじゃないよ。うちを信じて。気を長くして待てば彼女たちからの通信は回復するはず。あ、一つ言い忘れるところだったよ。コラリーたちと直接つながりがある件じゃないけどね。ただ器具といえば、こっちには調査に値するものがある。夢追い人、あなたが入学した初日に週末のアンカー以外に連れて行った場所を覚えてる？このビルの中なんだけど。え？待って、その箱のこと？監視施設の中に置いてあったもの？それって文物じゃないの？そうだよ。でも文物が実用的じゃないなんて誰がそう決めたの？データ研究所のほとんどの学生にとってそれを見学するのは一つの伝統でしかない。でも一般人が知らないだけで、データの海から来た子はほとんどその文物と精神面でつながりを持てるんだ。それは文物本来の使い道じゃないけどね。へえ、まさか祈祷師のテフィリンのような不思議なアイテムだったりして。そうだね、その方向性で例えるならゲームのセーブポイントと少し似てるかもしれない。え、ますますうさんくさくなったね。心配しないで、やってみればわかるよ。もしかしたら何か意外な発見があったりするかもしれない。権限を付与しておいたから。ここに残ったままじゃコラリーたちの通信が回復するのを待つだけ。もしかしたらヘリアにも余計なプレッシャーを与えてしまうかも。そこまで言われたら行くしかないよね。私も一緒に行く。私はここに残ってコラリーからの連絡を待つよ。じゃあ少女は？実を言うと、器具が向こうにいる以上うちがいてもいなくても変わらないと思う。ああ違う違う、つまりね、まだ二人の術が介入するほどじゃないってことだよ。そうだね。うちもあんたが話してた文物ってやつを見に行こうかな。実は少しだけど、うちはお宝の鑑定もできるんだ。少女は私たちのお客さんだし、何を見たいか何をしたいかは自分で決めていいよ。それならよかった、その言葉を待ってたよ。あ、きっとあれだよね。雨が止んだら虹が出るのかな。嘘だろ、今日はあまりにも偶然が多すぎるんだけど。少女も知ってるの？当然、これはうちの師匠の宝物だよ。彼は貴族の出身で、家中に黄金や珠玉が転がってた。珍しいものなんて色々見てきたはずなのに、これだけは命と同じくらいに大切にしてたんだ。まさかここで見られるとは。てっきり師匠はそれを抱きしめながら眠ってるのかと思ってたよ。私も文物の由来をよく知らないんだ。少女は具体的な使い方を知ってるの？はあ、うちにもそんな機会はなかったよ。師匠はとても大切にしてて、うちにも触らせてくれなかったんだ。という、そうなんだ。でも、親切姉さんがすでに権限を付与してくれたなら、直接試してみたら？上に手を置いて、何かを感じてみるとか。うん、やってみるよ。
たちの権限認証ってこんなにすごいものなの？ううん、それだけじゃないみたい。え？親切姉さん？どうやらあなたにもこれを使う日が来たみたいだね。これはあなたが入学した日に残したもの。あなたがいつこれを見るかはわからないけどね。とにかくこれを見ているということは、あなたの勉強が順調で、ついに前にいた場所を再び訪れるほどの経験をしたってこと。先生はある言葉をよく口にするんだ。今日はあなたにも送っておくね。恋愛は他者の中に潜り込み、芸術は自身の中に潜り込む。じゃあ、初めて自身の中に潜り込む経験が楽しいものになりますように。どういう意味なのかな？どういうこと？簡単だよ。当ててみるね。今までの経験から考えると、私たちは訳もわからないまま何かに巻き込まれて、シュッと次の世界に行くんじゃないかな。いやいや、その経験ってあまりにも。